眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。うん、いやもう本当に200回やらせていただいてね。うん、またそれ。なんかもう本当申し訳ないなと思って。はい。そうですね。なんかね、山崎さんはいいですよ。山崎さんはいい。はい、もう僕なんかこんな虫けらのね、テントウムシの天にもならないような人間をね。うん、いや、それは卑下しすぎなんじゃないですか。ですかね。さすがにテントウムシの天。テントウムシ愛好家には冒涜ですかね。そうです。今のはテントウムシ愛好家に対する冒涜ですね。テントウムシ可愛いしね。うん。テントウムシの天愛好家にちょっと。いや、本当だ。ゴキブリにしとけばよかった。いやごめんなさい。ゴキブリ愛好家にも申し訳なかったな。確かに。いやー、というぐらい。はいはいはい、いやもう200回ね、はいはい、やらせていただいて。うん、いや、これ、本当登録者の方もね、こんなになんかね、面白いと思ってくれてボタンを押してるわけでしょ、うん、うん。うん。痙攣、指が痙攣してうっかり押しちゃったとかじゃないわけですよ、これ。だそういう意味ではもうね、ありがたいじゃないですか、すごく。そうですね。だからもうね、僕ね、うん、あのね、今回、うん、もう今回はね、もう本当ね、うん、感謝の気持ちを込めて、うん、謙虚キャンペーンをやらせていただこうと思って。言ってましたね。はい。300回までは確か謙虚でいるんですよね。はい。いや、1万回。1万回 ?1 万回です。1万回です。あ、1万回 ?1 万人登録者までって言ったの。って言ってたんだっけ？そう。1万人登録するまで、うん。で、1万1人、1万1人からと言ったら、いや、1万人までやったら多分そのキャラクターで定着するからもう大丈夫だよ。なるほど。うん。そう。いやね、ここ最近、はいはい、僕謙虚でずっと来てたじゃないですか。ビッグモーター会見以外は。ビッグモーター、会見以降は、はいはい、うん、ちょっと崩れちゃったけど、そうですね。ね、基本的には、だから今ちょっと今回あ忘れてたと思って、そうか、うん、いや申し訳ないことしちゃったな、そうですね、うん、それちょっと謙虚で、やっぱり謙虚の方がやっぱりなんとなく、うん、柔らかい感じがして、そうですそうです、うんうんうん、なんていうのかな、うん、あのイメージとしては、はい。悟空が。悟空って、ドラゴンボールの。はい。元気玉を集めるときに、地球、みんなに、みんな力を貸してくれっていう感じで。だから、僕が、その、謙虚でいるっていうのは、もう、地球の皆さん、いつもごめんね。こんにちは。皆さんの力をちょっとお借りしてもいいかな、みたいな感じで。うん。で、春はダメですよ。春は、うん、あの元気玉集まりません。あ、ちょっと植物に気力を、ね、そう生命、うん、そう生命力奪われるんでね。だから、うん、春以外の時は、うん、もう謙虚にこうやってこうみんなの力を集めて、うん、でこの安眠トークに集中してやってるわけですか、ね。やるわけなんですよ。なるほどね。はい、そうなんです。そういうことか。いや大変ですよ。本当に。そっか。うん。もういつもすごいパワー使ってるんですよ。いやだからそう。うん、そういった意味では、そういった意味では、ちょっと先生に無理させちゃってたんですね、やっぱり。私たちが。いやいや、もう無理なんかそんな、とんでもない。もう、そうですね。もう本当、皆さんのおかげで行かせてもらって。うん、もう、本当にあの、中学校とか高校の時なんかは、うん、もう山崎さんには本当ご迷惑をかけててね。そうですか。いつもね、あの、山崎さんには、俺はこうだとか、こんな、こんなって、いや、堀田言い過ぎだよとか、なんで堀田わざわざそんな嫌われることするのって言われたこともありました。ね。だそんだけやっぱり尖ってたんですよ。うん。だけど今考えてみるとね、うん、そうやって、離れてけ、離れて行きたかったら離れて行けようぐらいのキャラクターだったでしょ。うん。もうとんでもないなと思って。うん、今もうこうやって山崎さん残っててくださってね、こんな私をね、あの、相手にしてくださって、本当ありがたいなって僕は思ってはいる。まあそんなことないですけど、うんうん、そんなことないんですけど、うん、ただ実際先生の友達本当、うんうん、いないですもんね。いないですね。もうだから、あの、山崎さんも他の人と、最近堀田と会ってるんだよ、つったら、その時スルーでしょ、結構。ふーんでしょ。いやいや、そんなことないですよ。そんなことないですか。いや、ね、うん、私自身もそんなに人と会ってないからなんか。ああ、そうかそうか。うん、多分、堀田先生と会ってるって言ったらみんな堀田先生会いたいって言うんじゃないですか、ね、言わないと思いますよ。言わないか。もう嫌いなタイプだと思う。うん。それはさすがに言わないか。うん。
この間だから久しぶりに会った、ま、あのパナピーね、パナピー、パナピーがね、そう、うっかり本音を言ってて、うんうん、いや俺が堀田と話せるようになったとはねとかって言うわけですよ。あ、それで、うん、うわこれまさしくそのなんていうの、多分他の人がもう、うん、もうなんていうの、堀田は話す相手じゃないって思ってるってことなんですよ、それは。うん、あえてそれを教えてくれたのはパナピーだったんだけど、でもそんなもそういう感じなんですよ、中学校高校の時なんで。そうかそうか、うん、ちなみにパナピー君どこで会ったんですか。小広のバーで。へえ、うん、あ、そうなんですか。そう彼もバーやってるのにね。あ、そうだってね、なんかそう言ってました。知ってます、うん、パナピーのおじいちゃんって、うん、めちゃくちゃ有名な小説家だったんですよ。あ、聞いたことある。あ、うん、聞いたことある。高木、高木豊は、あれ、スーパーカートリオでしたっけ、うんうん、横浜の。ああ、太陽ホエールズのね。そうじゃあ、その高木じゃないです、うんうん、ね。有名な作家で。高木明さんっていうの。へえ、そうなんだ。一回読んでみないといけないですね、そしたら、ね。私、家にあるんですけど。ああ、そうなんですか。へえ、そうなんだ。推理小説作家です。ああ、そうですか。すごいのが。うん、そのパナピーのお店行ったら、うん、おじいさんが、江戸川乱歩に手紙を送ったんですって、うん、江戸川乱歩から返信が来た、うん、その手紙がパウチして直筆の江戸川乱歩の直筆の手紙が置いてあって、これは江戸川乱歩のやつなんだよって、うちのおじいちゃんに当てた手紙なんだよって言って見せてもらったんですよ、うん、すごいね、すごいくないですか。それはね、字がめちゃくちゃ汚いんですよ。あ、そうなんだ。わざとだと思うんですけど、はあ、わざと多分何て書いてあるか分かんないような字で書いてるんですよね。うん、すごかったです、ね。はあ、そうなんだ。マーク・ボラも字下手だって言ってたしね。あ、そうなんですか。うん、そう、ああいう人っては字下手だね、うん。天才って字下手だね。そういうもんなんですかね。うん、あれでもね、東大生って字下手なんだって。あ、そうなんですか。うん、天才になればなるほど字下手だって言ってて、でそれな理由は何でだって聞いたら、うんうんうん、要は天才って集中して何かを取り組むっていうのをちっちゃい時からやってて、うん、で字を綺麗な人って字が綺麗、相手が読みやすいようにとか、うん、相手から見てやっぱり綺麗だなと思ってもらえる努力は多少はするんですって、うんうん、でも天才って読みやすいようにとか相手がどう思うかなんて考えてないっていうことなんです、それがちっちゃい時からずっと続いてるから字下手なままっていう、うん、ことを言ってました。あれ確かレオナルド・ダ・ヴィンチって、うんうんうん、あれ普通の字じゃなくて逆さとか左右逆でアルファベット書いてたとか、あ、なんだけどね、そういう人いますよ ね。トム・クルーズもそうだって言ってましたけどね。あ、そうなんだ、うん、そう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 、うん、トム・クルーズ自身が逆で書いてると、読むのだけを逆とか、あれ、なんだっけかな、なんか言ってましたよ。そういう、うん、うん。なんか名前ついてましたね、そういう。病気ではないんでしょうけど、あるんだ、症状に、うん。でも天才の人に多いんですって、やっぱり。そうなの。IQ がすごい高いとか、そういう人は逆さで。うん。普通できないですもんね、そう。ね、そうだよね、うん。うん。逆さでっていうとどうなんですかね。うっかりハンドルも逆に切っちゃいそうですけどね。確かに。うん、外車乗って右と左ウインカー間違えたりすることありますけどね。ワイパーが、うんうん、わーってなることありますけどね。はい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 。ああね、そうそうそう。だからもうあれは僕気をつけてるんですよ、うん。日本車に乗った時にそれをやると普段が外車だってこと自慢って思われるっていう。いやいやいや、そういう、うん、落とし穴がある。そうかそうか。うん。あれ絶対やっちゃいけないことだなと思ってます。うん、今日はあれですか？はい。BGM タイム、行ってみますか。あ、うん。いいですね、BGM タイム。うん、じゃあ行きましょう。ちゃんと説明しますか。した方がいいですよね。この動画から聞き始めた人もいますもんね。そうですね。うん、BGM タイムっていうのはですね、はい、堀田先生が、他のちゃんと、ちゃんとしたっていうか、他の、もっと私たちよりも全然人気のある安眠にいざなう YouTuber の人が突然話すのをやめて、ここからは BGM をお楽しみくださいって言って、あと黙っちゃうんですよね。それを私たちもやろうって言って、
何回ぐらいかな、最初の初期始めて、たまにそれやってるんですけど、あのこの音楽を聴いていただいて、今流れてる音楽を聴いていただいて、で眠っていただこうという、その間に私たちはまあ、うん、雑談をしとこうかっていう、そういうお時間でございます。はい、さあ、じゃあ、ね、BGM、うん、楽しんでもらいましょう。はい、じゃあ BGM スタートです。はい、こういう喋り方なの、ふっと出てきたね今。いいですね。渡部篤郎だ。渡部篤郎。あ、出てきた今。渡部篤郎。私渡部篤郎の真似したいな。やってみて。いいですか。でも、うん、そうですか。この件私に預からせてもらってもよろしいですか。あ、わかりました。この件も私に。預かせていただいてもよろしいですか。よろしくお願いします。それ渡部篤郎ですか。違います。渡部篤郎誰だか知ってます。あ、お家訪問の人、渡部篤郎って。そうだねとか言う人。いや、なんか昔山崎さん昔、ダーティーハリーの真似するっつってコロンボの真似してたじゃないですか。ダーティーハリーをコロンボだとずっと思ってたって言ってたじゃないですか。そういう感じ。 そうですね、それなのかな。渡部篤郎ちょっと顔見せてもらいいじゃん。うんうん、あんさうん、なんかさ、この部屋熱くないっていう感じの人、うん、ダーティーハリーの真似するってこうやってましたよね。ちょっとこの人、この人、あ、そうでしょ。私これやったんですよ。これ、はい、ちょっと違うドラマかな。じゃあ見てたの、わかんないけど、この件私にでもこの人ずっと同じだからね、うん、預からせてもらってもよろしいですか、うん、いそうだなと。かっこいいのよ、かっこいいですよね、この人ね、うんうん、おうち訪問の人は何でしたっけ。これはこの人違うの。違う。おうち訪問しない。はい、しないです。おうち訪問って何なの。おうち訪問の人は綿がつく人って、なんかおうち訪問する人いるんですよ。うん、オタク訪問みたいな。へえ、かっこいいですよね、この人。で最初この人はそういう喋り方じゃなかった。途中からキャラクター変更したのかな。ですかね。最初の頃そんなんじゃなかったんだ。あ、本当ですか。うん、うん、年代によっても違いますし、役によっても違いますもんね、役者なんて。でも、もうこの今はもうこのそのキャラ一本でこの人、うん、言ってるのんだ、うん、いいなと思って。そっか、ふっと降りてきたの。いいじゃないですか、ね、うん、先生やってくださいよ、そのまま。なんだ。じゃあやっちゃうかな。なんかね、 BGM タイムね、うん、我々も時々自分たちのラジオ聞くじゃないですか、はいはいはい、でその時 BGM タイムいいんですよ。すっとね、なんかね、空気が澄んだ感じで、うん、で僕ら喋ってる時空気が止まってるんだけど、うん、なんかこう BGM タイム入りましたって言った瞬間、うん、窓を全開にして空気を取り入れてる感じがして、開放感があって、あ、それ分かる気がします。分かります、はい、すごいね、いいんですよ、うん、聞いてる人にはそんなに違い分かんないですよね、 BGM タイムなのか、うん、それとも BGM タイムじゃないのか。なんせ BGM は変わらない上に、私たちの喋る内容はそんなに変わらないわけだから、普通の人にはちょっと分かりづらいんですよね。私たちは明確に分かってますけどね、うん、今は BGM タイムだってことは、うん、なんかでも最近はちょっと普段のオンタイム、うん、オフタイム、 BGM タイムオフタイムとした時に、うんうん、BGM 以外の時はオンタイムね、うん、でオンタイムの話もちょっとオフタイム寄りにちょっと最近なってきてる感じがあるから、うん、 そうですね、その差はちょっとどうなのかな、うん、今はどうなのかなってところはあるけどね。前は割とガチガチに固めた台本がしっかりあって。なんでそういう嘘をつくんですか。台本なんて書いたこと なんで嘘だって一回もないでしょ。なんで嘘だって言っちゃうんですかね。嘘って言っちゃったら分かんないんだから言わなきゃ。そっか、バレないんだから。確かに。そっかそっか、どうなの。私が今いけなかった。確かに。だから努力して、うん、ね、皆さん楽しんでいただくために努力して台本書いて、うん、書いて書いて。確かに書いてた気もしてきた。ね、うん、練り直して、うん、それでお稽古をして、
ね、練習してね。練習してね。うん。うん、本番を取るために、うん。リハをやって、リハをね。リハやってね、うん。うん。っていうことにした方がいいじゃないですか。確かに確かに、うん。それやってましたもんね、最初のうちはね。そう。うん。それをやって、それやってた頃、ちゃんと BGM ってやると、パチンとこう空気感変わった。変わったか。うん。今ちょっと最初からグダグダか、ちょっと。台本も1回ぐらいしか書いてないしね。1回は書いてるか。1回書いてる。そうなんです。そっか。そうなんです。やっぱ一回は書きたいですね、やっぱね。ね、台本ね。うん。ちょっと一回、本当に、はい、本当に、はい、台本書いたやつ一回やってみてません、今度は。ああ。誰が書くの、はあ、誰が書くのめんどくさ。確かに。台本はちょっと書けないよ。書けないか。うん。で、あとも台本書いたら書いたで、今度それをね、なんていうかな、今みたいなスピード感と臨場感、伝えるための演技っていうのは、できないでしょ、うん、なかなか、我々素人だから、うん。それ出すために、もうやっぱ演技力ってのはないとね、稽古しないと。台本ね、ダメか、うん。難しいんじゃないかな。誰か書いてくんねえかな。放送作家みたいな人がいてね。うん。あ、放送作家みたいな人って、は雇えないんですかね。なんか今、ここならでしたっけ。なんか素人の人たちスキル持ってる人が、結構格安でその人たちのスキルを提供してくれるサイトがあるんですよ。うん、アプリっていうのかな。うんうん、で、原稿考えてくれてさ、原稿考えてくれたりするみたいですよ。そうなんだ、そういうのにお願いしてもいいんじゃないかなと思うんですけどね、でもめんどくさいかそんなの。いやいや興味ありますよね、どんな内容なのかね、で僕どちらかっていうと、俳優やってみたいんですよ。ドラマやってみたいの一回、その演技、僕の大学って、ほら、演劇部、演劇専攻ってのがあって、で、演劇専攻、なんか、の人たちに声かけて、僕もドラマちょっとやってみたい、演技やってみたいんだけど、実際ちょっと見てくれるっつって、で、台本渡さ、してもらって、で、実際ちょっと相手役やってよっつってお願いしてね、友達に、演劇専攻の友達に。これでやったら、わざとすらしい、なんか、やりすぎちゃってるんですって。逆にそうなっちゃう。そう、演技がわざとらしい。だから本当に、プロの人って演技はもう、ほんのわずか、動きもほんのわずか。目線が特に行きすぎちゃうんですって、素人って。あ、なるほどね。考える時の目線とか、やりすぎちゃうんですって。なるほど。だから自然に見せるためには、いつもよりもちょっと、と7割ぐらいの動きにしといた方が程よいんだって言ってました。それめちゃくちゃ面白い意見ですね。ね、僕なんか普段からオーバーアクション気味じゃないですか。ですよね。多分。鬱陶しい時ありますもんね。でしょう。だからもう本当だからね、謙虚に生きなきゃなって、ね、謙虚に生きて多分普通の人並みの感じなんじゃないかな。だからできれば僕も目ちっちゃくしたいんですよ。目を。いや、そんなことはしなくていいんじゃないですか。なんか目ちっちゃい人得ですよね。山崎さんも目ちょっと大きい系ですけど、パッチリ系ですけど、なんかちっちゃい系の人ってなんかこう、欲がないって。そうそう、欲が、もう頭良さそうに見えるじゃないですか。確かに確かに。で、目でかい人ってバカに見えるんですよ。頭悪く見えるんですよ。なんかこう、大して考えてないのに、ちょっと考えてる顔がすぐ作れちゃうでしょ。頭悪いそうなんですよ。そうか。で、目ちっちゃい人って、一生懸命表情作っても無表情な感じ。確かに同じテレビのコメンテーターでも目ちっちゃい人の方が頭良さそうですもんね。そう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 。あ、ちょっと、それで行こう、次。僕。これから僕、次回から、目ちっちゃいキャラで行きます。わかりました。よし、ちょっと、はい。じゃあ今日はちょっとこのぐらいにしときましょうか。はい。では、チャンネル登録と高評価ボタンをぜひよろしくお願いいたします。時々コメントをいただけると嬉しいです。では、おやすみなさい。おやすみなさい。